G3 第15回サントリーカップ見事優勝されました長田寄宗選手ですおめでとうございますありがとうございました今優勝戦を終えてお気持ちいかがですか、はい、ちょっと今日調整外してたんでだいぶ緊張しました<あ>、はい、そうでしたかでは後ほどお話をねゆっくり伺わせていただくといたしまして、はい、表彰に移らせていただきたいと思います、はい、それではえマイクをお預かりさせていただきますえそれでは副賞の授与です授与を行いますのはサントリー種類株式会社 埼玉市社長佐久田健様ですそれではお願いいたしますおめでとうございます、はい、副賞はバランタイン21年です最低21年以上の熟成された織梨主玉のブレンドとなっておりますどうぞ召し上がりください,い佐久田様ありがとうございましたま続きまして花束の贈呈です 贈呈を行っていただきますのはボートレース多摩川アンバサダーコスプレイヤーのえなこさんです。お願いいたします。いますはい、それではねえなこさんから、えー、ちょっとねメッセージをいただきたいと思いますのでメッセージをお願いいたします。はい、えー、素敵なレースをありがとうございました。そしておめでとうございます。はい、ありがとうございました。えなこさんでございました。ありがとうございます。 それでは改めて、えー、長田選手に、ね、お話を伺ってまいりたいと思います、はい、改めまして優勝おめでとうございますありがとうございました今日はちょっと調整を外されていたということですね特訓の後も試運転などもなさっていましたけれども、はい うん最終的にはまあ係りを重視していったんですけど、はい、ちょっと行き足が重くなってたんで、まあ、ちょっと修正できたかなっていう感じですね。そうですか。はい、そん中であのレース本番スタートはコンマ1丸というスタートだったようですけれども、はい、スタートを思いっきり行けたんですか？そうですね。もうここは遅れられないと思ったんで、はいしっかり行きました。はい、えー。そして今年6回目の優勝ということになりました。はい、嬉しいです。はい、ねもうほぼ有言実行という。 まあ昨日というか、うんまあ、トップになれた時点で、はいはい、狙っていけたんで、はい、よかったと思います、うん、今節、節か通してモータた仕上がり具合はかで勝率しっかりあるエンジンだったんで、うん、あので、まあ、最後も合わせれればよかったと思うんですけど、はい、バランス取れて良かったと思います、はいまあ、そしてね、ね今年6回目の優勝そしてもう明日から、ねえー、グランプリシリーズへということになりますけれども、はいいい流れででけそううすかはい、もう最高の形でいきたいと思います。はい それでは最後に、えー、応援してくださったファンの皆様にメッセージいただきたいと思いますはい、たくさんのご声援ファン投票ありがとうございました玉、えー、川の名前を背負って明日からも精一杯頑張ってきますんで応援よろしくお願いしますはい。また長田選手お正月開催にもね、はいえー、出場予定となっておりますので、はい、ファンの皆様どうぞお楽しみいただきたいと思います、えー、G3 第15回、えー、第15回サントリーカップ見事優勝されました長田寄宗選手にお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました